トミー・スミスは、1968年、メキシコシティオリンピックで男子200メートルを制したアメリカの男子短距離陸上選手。トミー・スミスは、カリフォルニア州リムーアで生まれた。サン・ノゼ州立大学での学生時代、アマチュア運動連合の一ファロン層王者に加え、1967年全国大学選手権220ヤード層のタイトルを獲得した。 彼は1968年、全米アマチュア競技連盟の200メートルを連覇、メキシコシティオリンピックのアメリカナショナルチームの一員に選ばれた。1968年メキシコシティオリンピック男子200メートルにおいて19秒83の世界新記録で金メダルを獲得。しかし、その表彰台で口述するアメリカ国内の黒人差別に抗議するパフォーマンスを行い、 アメリカオリンピック委員会によって、オリンピックから追放される。スミスは、リムーア高校在学中でさえ、そのとてつもない潜在力の片鱗を示し、今も破られていない多くの記録を含め、ほとんどの陸上競技で校内記録を打ち立てた。大学卒業後の3年間、シンシナティベンガルズで、プロフットボール選手となった。その後、オハイオ州のオーバリン大学で、 陸上競技のコーチとなる。彼はここで社会学も教えていた。そして現在はカリフォルニア州サンタモニカにあるサンタモニカカレッジで学部教授となっている。スミスは生涯7つの個人世界新記録を受立している。そして3のゼ州立大学時代はいくつかの世界記録を獲得した陸上リレーチームの一員でもあった。100メートルの10秒1。 200メートルの19秒83、そして400メートルの44秒5という最高タイムを持ち、今日でも依然として記録リストの上位にランクされている。また現在はほとんど行われないが、直線路の200メートル走においては19秒4というとてつもないタイムを記録している。1969年には AFL のシンシナティベンガルズで1年間プレーした。 1978年、全米陸上競技の殿堂入りメンバーとなった。1996年、スミスはカリフォルニア国人スポーツ栄誉殿堂入りし、1999年にはスポーツマンミレニアム賞を受賞している。2000年から2001年、ロサンゼルス軍やテキサス州はコマンデーション、リコグニションプロクリメーションアワーズを送っている。 1968年メキシコシティオリンピックの200メートル走の表彰台で拳を掲げる金メダリストのトミー・スミスと銅メダリストのジョン・カーロス、銀メダリストのピーター・ノーマンも2人の行為に賛同し、ロアのバッジを着用している。1968年に開催されたメキシコシティオリンピック男子200メートルにおいて金メダルを獲得したスミスはメダル授与の際、 銅メダルを獲得したチームメイトのジョンカーロスと共に黒手袋をつけ靴を脱いで黒いストッキングを見せる格好で表彰台に上がったアメリカ国内の人種差別に抗議するために彼らは正常期が形容されている真中ブラックパワーサリュートという拳を高く掲げるブラックパワーを誇示するパフォーマンスを行った同競技の銀メダリストで オーストラリアの白人ピーター・ノーマンも二人の抗議行動を支援、彼もまた表彰台で人権を求めるオリンピックプロジェクトのバッジをつけていた。オリンピックという国際舞台でのカーロスとスミスの抗議パフォーマンスはアメリカ公民権運動上の画期的な事件の一つとなったが、このような政治的行為はオリンピック憲章に違反することから、 アメリカオリンピック委員会は二人のパフォーマンスを政治的パフォーマンスとして非難。アメリカナショナルチームから即日除名するとともにオリンピック村から追放した。両名に厳しい措置が取られたにもかかわらず、その後もメキシコ式シオリンピックの表彰台ではアフリカ系アメリカ人による抗議のパフォーマンスが繰り広げられた。男子400メートルを独占したアメリカのリー・エヴァンス。 ラリー・ジェームズ、ロン・フリーマンは黒いベレー帽をかぶり、トミー・スミスら同様に拳を掲げた。男子総幅跳びの金メダリストボブ・ビーモンは黒いソックスを履き、同じく男子総幅跳びのラルフ・ボストンは素足で壇上に上がった。いずれも黒を強調することでブラックパワーを誇示するパフォーマンスである。ありがとうございます。